新しいグローブ。今日はストックの撮影ですね。新しいやつ。そのぐらいかな。あとはまあいろいろ撮ってきまーす。それかこれ登る？え？これ山頂？あ、違う違う、この。ああ、いや、そこはいいかな。あそこは登らなくていい。この辺も後ろがね、ちょっと抜けてればいいけど、このリフトの支柱が邪魔だな。場所どうしようかな。ウェーイ、今日は最高だぜ。いいね。いや、最高。やばいわ、岩手山も山頂まで。岩手山山頂まで見えます、見えます。じゃあちょっと撮影タイムで。あれ赤だよね。赤ってない。はい、撮影終了。モザイクだらけだと思いますが、ははは。お、ツリーラン、いいね。今日のツリーラン楽しいんじゃない？結構ゲレンデでも楽しそうだけどね。うん、十分。そっか、ここで戻ってくればリフト回転できるのか。できるけど、そこ差は上がんなきゃいけないから。うん、そうだよね。あんまり面白くない状態で戻ってくるという、うん、あとこの辺狭いっしょ、大体して。うん、狭いね、この辺はね、うん、てか、ここは来ていいんだっけ？ OK か、うん、ここ行ける、行ける。こっちの、こっち側の範囲を俺知らなかったな。あっち側の範囲は知ってたけど。こっちメロで結構おもろい。ああ、これをこれでちょっと行ってみるか、後で、うん。ちょっと今まで入ったことがない感じの。あ、本当に？多分。ということで、ストックの来期モデル撮影を今終えて、あ、終えてないわ。終えてないわ。ちょっと滑りが足りないから、もう一回この西森を、登って滑ります。写真撮影はね、すごい、もうほんとこんな天気なんでね、こんなんよ、バッチリでした。うん、おそらくおそらくカタログになるのかな、どうかな、ちょっとわかんないですけど、この後ちょっと滑りを撮って、あと下がったら今度は違う動画とかバンバン撮っていこうかな。ちなみにガーミンのねテストも今ちょっとやってるんですけど、寺田さんがさっき見せてくれたよ。グローブ一緒だよ、うん、つって。確かに。あ、色も色も一緒。形がちょっと違うけど、あれか。それこそ、さっきの言ってたやつ。手首が広いやつ。うん、いやー、この色かわいいわ。今までもほとんど黒とか紺ばっか使ってきた。お、確かに。うん、すげー。ふわふわや、今日。パウダー最高だね、今日。今日良さそうだね。パウダーマックだ。おととい、おとといよかな、おととい、底付きしなぎって、はいはいはい、まあ、晴れたら晴れたらね、ちょっとね、またね、そうそうそう、緩んできたりするもん。撮影終わって、終わってじゃないな、お昼ご飯食べて、これからもう一回今シーズン初の、インスタ360のカメラですね、 X3。 これまだ今シーズン使ったことなくて、これを使って動画撮ってみます。土日に動画撮るってあんまりないんでね、こんな感じですよ。土日の安比高原、人多いね、やっぱね、土日は、ね。あ、まだやっぱゴンドラ、まあ、さっきよりはいいかも。あ、ゴンドラ、はい、そうだね、うん、終わって、撮影終わって帰るんですけど、意外とゴンドラが混んでいるという。今3時だよね。3時でこんな混んでるのなかなかないんじゃない。すごいな、週末ゲレンデも結構いますよ、まだまだ大地の上の方とかもね。そんな安比高原です。
帰ります。ケーキを取りに来ました。ミルカフェ味方杯4位。うん。ポール滑ったの？滑った。すごいね。今日？うん、今日。スキー場どこだったの？富山。富山か。結構急じゃないでも、じゃあ。いや、そんなでもない。何やってんの？マイクラ。マイクラか。なんだ、シャシャセッセイ。うん、なみなみや。入れたてのコーヒーと、そして先ほどいただいてきた出来たてのチーズケーキ、これが美味しいんでございます。ただいま眠いかい？